首木トンネル。首木トンネルは、新潟県糸井川市大あざ農あ城表紙の、越後時きめき、鉄道日本海翡翠ライン、農駅と、同県上越市灘地区名田地大町あざ町田道下の、同線名田地駅の間にある鉄道トンネルである。本校では、本トンネルを含む北陸本線、日本海翡翠ライン、糸井川駅、直越駅間の複線化工事に伴う改良についても述べる。 1969年、昭和44年に完成した、日本国有鉄道福陸本線糸井川駅名越駅間の伏線電化に伴い、浦本駅有馬川駅に建設された新線の一部を構成し、1987年、昭和62年の国鉄分割民営化によ、西日本旅客鉄道への移管を経て、2015年、平成27年3月14日に、 本区間に並行する北陸新幹線長野駅、金沢駅間の開業に伴う、新潟県内区間、市ぶり駅、直越駅間の越後と決めき鉄道移管に入り、現在の所属となった。延長は1万1353メートルであり、能駅名立駅間、11.7キロメートルの大半を占め、完成当時国内第3位であった。また、越後と決めき鉄道移管後は、 JR 線以外、いわゆる民鉄の鉄道トンネルとして日本祭となった。本区間は新線化に際始伏線となっており、トンネルも基本的に伏線断面となっているが、奈地駅の対比側線設置の関係上、明立方280メートルは参線となっている。また、トンネル中間には日本で3例目の山岳トンネル内の駅となった筒石駅が設置されている。 このため筒石駅部は幅2メートルの片面ホームを上下線でずらして配置している。糸井川駅、直江津駅間の鉄道は1911年、明治44年に直江津駅名立駅間が新越本線支線として開通したのを皮切りに、翌1912年、大正元年に糸井川まで延伸され、1913年、大正2年には、 富山駅から延伸を重ねた北陸本線と接続し、北陸本線に編入された。当初この区間は、大部分が現在の国道8号に並行し、日本海の海色がけ、山室を入るように付設された。しかし、以下の問題があった。この区間は、本線としては、最急となる半径300メートルの曲線が29カ所存在するなど、曲線が連続するため、 速度向上が困難であり、当時運行されていた、キハ80系機動車、最高速度時速 100km による特急列車、白鳥もこの区間の表低速度は、約時速 60km に過ぎなかった。加えて、単線区間であることによりこの区間は、線路容量が小さく、最も低い津々市駅な立ち駅間では、 列車運行回数は83回が限界となっていた。しかし、第二次大戦後の重工業開発による輸送量の増大により1963年、昭和37年の時点で、ドック間を含む糸井川駅、直江津駅間は限界いっぱいの84回列車を運行するに至っており、1965年、昭和40年頃には104回に達する見込みであった。 新潟県は日本有数の地滑り地帯であるが、糸井川駅、直越駅間で通過する旧西区引群、現在の糸井川市域と上越市灘地区は、いわゆる糸井川静岡構造線地帯であり、新第三基層とこれを不整合に被覆する第四基層からなる地質情景を持つ。このため、旧西区引群だけでも主要な地滑り地層面積は3000ヘクタールに及ぶ。 旧西首くび群の地滑りは、新潟県で一般的な継続的な地滑り、1.0から1.5メートル、年程度で絶えず活動ではなく、周期的な活動が始まると急激な崩壊、崩壊末期の速度は10メートル、セックに達するを生じる、完結的崩壊性の地滑りをする特徴があり、予知、対策が難しいとされる。糸魚川駅星名越駅間では、建設時から、 筒、石川川口付近で線路の隆起、移動、複数回の地滑りが発生しており、特に、農駅マイナス東国駅間は、ベント内都市次屋海岸が、地表近く広く分布し、かつ破砕帯も、多いことから、地滑り放土層が広く厚く分布することから、沿線の中では特に地滑りが多く、1916年、大正5年には地滑りで津石駅駅舎が破壊され、 その後1946年、昭和21年12月にも、校内で、地滑りが発生している。沿線で、特に人大であった被害としては1963年、昭和38年3月16日16時20分、頃、農町こどまり、現、糸井川市のこどまり、農駅、桃川信号上間、白山トンネル北川高校付近において発生した。 大規模な連続地滑り、こどまり地滑りが挙げられる。この地滑りはこの地域の地滑りとしては、崩壊速度が2から3メートル、セックと異例の遅さであったが、規模は延長370メートル、幅100から170メートル、面積45ヘクタールに及び、北陸本線と国道8号沿いの民家を直撃、破壊し、北陸本線では現場を通りかかった。 鶴ヶ初直江津行き普通225列車、機関車 C5790、客車7両編成が地滑りに乗り上げた後、機関車と客車1両が、泥流に乗って渦漏れた集落の上を流され、海まで到達した。この事故では、列車乗客、乗務員の死者はなかったが、集落では、人家31個と、国道200メートルが埋没して死傷者は25名に、及んだ。 また、北陸本線は復旧、開通に20日間を要した。このほか、水害、土砂崩壊なども含めると、開通から1965年、昭和30年にかけて、同区間は主要なものだけでも36回もの、運行停止を招く災害が発生し、打ち出す線あるいは、転覆事故は15回を数えた。急増する輸送需要に応えるため、 国鉄では1957年、昭和32年を初年度とする大規模投資計画、第1次五可燃計画を策定し、北陸本線では、北陸トンネル建設、1962年完成、などの大幅な改良を追いながら順次伏線化、電化が進められていたが、この第1次五可燃計画では輸送力増強には十分に手が回らず、1961年、 昭和三十六年からの第二次合可燃計画で輸送量が逼迫しつつある各幹線の抜本的な線像を行うこととなった。北陸本線については当初第二次合可燃計画の五可燃で米原駅と山駅間の複線化達成、伊藤の部分複線化、将来的には全線複線化が考えられており、糸井川駅、直越駅間も裏本駅、名立駅間、 交通駅、直越駅間の部分線像が計画に上がっていた。しかし実際には、応急的に3カ所、木浦、桃川、西成津の信号場が、1964年、昭和39年までに計画、設置されたのみで、本格的な着工に至れないままであった。これは、投資資金の不足に加え、以下の問題によるものであった。1963年、 昭和38年の時点では、糸井川駅、直越駅間のうち、糸井川駅農駅間、有馬川駅、直越駅間は、地滑りの影響は小さく原付線像、曲線改良が、比較的容易と考えられていた。このうち有馬川駅谷浜駅間及び、交通駅、直越駅間にトンネルが存在するものの、これについても前者が、複線新トンネル建設。 後者が単線トンネル建設、旧トンネル改修による、線増、もしくは、津駅を放棄し、谷浜駅、直江津駅間を短絡する伏線の新線を建設とすることで対応可能と考えられた。しかし、農駅有馬川駅間については、鉄道沿線、内陸部ともに地滑り地帯にあり、わずかな切り取りによって、地滑り、土砂崩壊が発生する恐れから、 現在、線の腹付け線像や曲線改良は不可能であった。加えて、仮に新線を付設するとしても、災害多発地帯を通過することから、防災的な検知からルート選定を行う必要があった。このため改良にあたっては、などが、地質構造、営業面から想定されたが、これらの案は、それぞれ以下の欠点があった。1963年、 昭和38年7月には、北陸本線、糸井川、直江津町室調査委員会が設けられ、約1年間にわたる本格的な調査、検討が行われた。翌1964年、昭和39年3月には、現在線での地滑りは、完結的かつ、崩壊速度が大きいため、地滑りの発生時期と規模を的確に予知することはできず、抜本的な予防対策は立てがたい。 と結論付けられた。このため、線像については、地滑り地域への線路敷設は、その建設並びに保守に著しい混乱が予想される、として、根本的には、複線化の際に、地滑り地帯を、極力避けた別線の複線ルートを選べきとし、なお、地滑り地帯を通過する場合は、想定、される最新の地滑り面、地表から30から40メートルの深さより深く、 トンネルで潜るべきであるとした。また、特に鉄道経過値として避けるべきとして、浜、木浦、浦本駅農駅、白山神社出口、農駅マイナス東国駅、筒石駅付近、藤崎付近、筒石駅名立駅、名立駅付近、豪津駅付近の各地点を挙げた。以上の勧告を踏まえ、糸井川駅、直越駅間の先造案は、 いずれも地滑り危険地域を避ける新線を建設し、駅移設、廃止を伴う3案が選定され、さらに検討が行われた。なお、新線建設にあたっては、単線で新線を建設し、当面は、現在線と併用して、輸送量を確保し、後に新線を複線化することで、投資を繰り延べるという手法もあったが、当初から複線で建設することが前提とされた。 これは新線を単線で建設した場合、信号場の設置が必要である上輸送能力が劣り、数年後の戦造を踏まえると、投資繰り延べが有利とならないと判断されたためである。比較の結果、投資額、年間経費の面で最も有利であったのは B 案であったが、この案では対比を行うための信号場をトンネル内に設置する必要があった。 しかし、地質上の問題から4000断面のトンネルの掘削は技術的に困難と判断された。加えて、駅廃止数を抑制したいという営業面の問題もあった。このため、委員会では最終的結論として C 案が適当とし、これをもとにさらに1年間調査、検討し、地元と協議の上ルートの決定が進められた。第25可燃計画は、 計画を達成しないまま、1965年、昭和40年で打ち切られることとなり、新たに同年を初年度とする第三次長期計画が策定された。この第三次長期計画には、第二次五可燃計画に引き続き主要感染の複線化が盛り込まれた。これは、1970年、昭和45年度末までに全国で、 約 3300km を複線化するというものであったが、うち北陸本線は、東北、上越、新越、中央の各線区と共に、重点的に工事が行われることとなり、1968年、昭和43年度までに全線複線化をおむね、完成させる計画とされた。しかし、北陸本線については初年度時点で伏線化を完了していたのは、 全線3 5 7トルのうち50%ほど、約1 7 5トルに過ぎず、そのすべてが、富山総車場、現、富山貨物駅伊東の区間、2 3 8 8トルにおけるものであった。残る区間は、富山総車場糸井川駅間が、第2次号可燃計画から、親淵トンネル、小淵トンネルなど、輸送上の愛路となる区間を中心に、 戦造工事が進められていたのの、糸井川駅伊藤は前日の戦造案が決定したのみで、新線は愚か現在戦々造すら着工していない状況であり、計画の達成のためには早急な着工が迫られた。最終的に、北陸本線、糸井川、直江妻戦造工事は九百六十六年、昭和四十一年三月に着工し、完成目標を九百六十九年、 昭和四十四年秋とした。戦造工事は前日の C 案を元とする以下のものとなった。トンネルはいずれも直流電化伏線形、内空断面積五十一メートルを基本に、名立駅前後は三線断面区間、内空断面積九十一メートルとした。駅は、湯田のトンネルによって迂回される、豪津駅、谷浜駅、直越駅間を廃止し、農駅は、 旧駅、現、糸井川市の事務所付近から約700メートル山川の木浦、くびトンネル間の明かり区間、名立駅が旧駅から約1.6キロメートル山川に離れた、くび名立トンネル間の明かり区間に新駅を設け移転した。つつい市駅については廃止計画があったとされるが、地元の強い要望があったため、最終的には、くびトンネル内にホームを設けることとなった。 志向は、日本国有鉄道岐阜工事局が担当した。北陸本線は、本工事のほか、全線の29%に当たる 106.4km を新線に切り替えたことにより、全線で路線延長が 12.6km 短縮された。このため、全線復線化を達成した1964年、昭和49年10月1日の営業キロほど修正で、 全線の営業キロを改定し、営業キロ上の総延長を353.8キロメートルとしている。一方で施設上のキロほど以下、施設キロは引き続き急線に基づく開業以来のキロほどが用いられ、キロポスト、距離表もこれに基づいて、検釈されている。これは、伊都井川駅、直越駅間の新線も同様であり、新旧線の差は、 有馬川駅前原方、名立トンネル内と、直越駅前原方、新急線合流点の2カ所に、段差、ブレーキメートル、BRM の距離構成点を設け、キロほどを修正している。以下文中ではキロほどを表示する箇所があるが、突起ない限り施設キロで表記する。なお新線と急線、および営業キロとのキロほど対象は、以下の通り。各 トンネルともおむね軟弱地質帯を貫くことから、中央定説シルベコ先進上部判断面、屈っ坂巻き工法を主に採用し、地質が悪い箇所は、即壁シルベコ先進順巻き工法、サイロット工法や、低道先進上半工法、特殊サイロット工法を用いた。その他、特殊な思考については各トンネルの項で述べる。当初より、最長トンネル、 すなわち、首木トンネルの工事が、先造工事の完成時期を支配すると考えられており、前述の完成目標達成のため、両高校のほか、三能、筒井市、特号の三箇所に車高を設け、五工区に分けての試行を実施した。しかし、工事する進捗状況への不安から大富士先にも、車高を追加設置している。第一航区と第二航区の間、第二航区と、 第三航区の間、第四航区と第五航区の間には、それぞれ600メートルの未契約区間が当初残されており、その後の進捗に応じて契約して、工程の調整を行った。ノーダニ層と呼ばれる、霊岩主体の層が、入り口側から、濁り隅側付近まで続き、その上に、さらに砂岩と霊岩が層となって重なっている。また、 高校から350から500メートル間にかけては、水曜膨張度が高いベントイト質業海岸が、海在する。特愛川の谷を境に名立地川層と称する、低岸が主体となる。いずれも、第三基層に属する、比較的新しい地層で、固結度が低いものであった。特に第一高区から第三高区にかけては、地殻変動の甚だしい地帯で、 地滑り放土層が広く分布するとともに、メタンガスの検知、石油の流出、異常膨張性デーガ岩の存在、摂氏30度に達する高温など、数々の困難に見舞われることになった。両域終点付近に脳川とメータ地川及びこれらに、相剣道があり、高校の位置、高さはこれらとの立体交差の都合上から決定した。また三相 特号の各河川の下を横切る時にできるだけ大きな土かぶりを確保したいということや、地滑り度開花の良質地層下にトンネルがあるよう、ルートを定めたため、数箇所に半径800から1000メートルの曲線を開在させている。また、上述の制約を受け、線路規格上の上限勾配は10パーミルであるものの、 縦断線形は途中にゴリスミ川付近までの約 5.1km が2.5パーミルの上り勾配、そこから出口までが2.0パーミルの下り勾配と設定された。これはデーガンにおけるトンネルとしては排水上最小限とされる値である。この縦断線形により土かぶりの厚さは3大川で1 8 4メートル、ニゴリスミ川で1 3 5メートル。 筒石川で15.2メートル、徳愛川で9.0メートルとなり、これらの地区では慎重な施行が必要となった。第一工区は体制建設により、前原方高校から着手した。掘削方式は定説知るべ校、先進上部判断面掘削坂巻工法で進められ、高校より350から500メートル地点間では、ベントナイト室業界岩地帯を突破し、 石油の浸出や断層の出現などにも対応して、掘削を進め、当初の1000メートルほどの区間は順調なペースで、掘削が進んだ。しかし、985から1、135メートル地点間では、シルベ港に万部くれ、減少が生じ、その区間のバン下げ塗り開始が行われた。さらに、シルベ港が高校より1465メートル地点。 上半掘作が1350メートル地点に達した頃から、焼いた節村、四方行変形が激しくなり、各種対策を実施しながら、屈伸を進めたが、シルベ港は万部クレにより、最大80センチメートル高を伸ばし、四方行やコンクリートの雑屈変状も止まることはなかった。1967年、昭和42年10月19日、 高校より1670メートル地点で、シルベ高屈伸は不可能となった。その後、上部判断面屈作についても1450メートル地点以降は、最大200センチメートルのバンブクレや、四歩行の著しい変状が発するなど競備とともに、変状が目立ち始め、同年11月30日、1543メートル地点で上部の屈伸が中止された。加えて、 同時期に、シルベコーは1436から1、673メートル地点にかけ、全面的に圧壊した。その後、1450から1、543メートル地点間については、アーチコンクリートを打設後すぐに、側壁、インバートを打設して、早急に完成形状に仕上げ、同時に断面を円形に近づけ、1543メートル地点まで、 完成型での試行を終了させた。1543メートル地点以降の約600メートルは1968年、昭和43年4月3日から屈作を再開した。再開にあたっては断面を円形に変更の上、大きな地圧抵抗力が期待できる上部班、断面先進ベンチカット平身坂巻砲を採用した。以降は順調に工事が進んだ。 途中は膨張はなくなったものの、すでに残り航空長は150メートルほどであり、後方の切り替え、復帰は、後期、後期的に特策ではないとされ、トンネル断面のみ標準に戻して、航空、境まで工事を継続した。1969年、昭和44年1月7日に、第二航空と貫通し、これによりトンネル全区間が貫通した。第二航空は、 幕見により、三能車庫によって本庫へ取り付いて着手した。順調に工事を進めてきたものの、途中で、やはり上半断面の工事により、シルベ庫断面が縮小する現象が見られるようになり、サイロット工法や特殊サイロット工法に切り替えて、工事が行われた。前述の第一工区の苦闘による、工程遅れに伴い、第一工区と第二工区の間に600メートル残されていた。 未契約区間は、すべて、第二航区の受け持ちとされた。一方、第二航区と、第三航区間の未契約区間については、口述の、理由から第三航区側がすべて受け持った。第三航区は、熊谷組により、筒石社校によって本港に取り付き着手し、直江津方と前原法の二方向へ駆索を開始した。 な越方は定説知るべくを先進上部半断面、掘削坂巻工法で掘削し、前原起点三百四十四点七零零メートル前後の二百八十メートルでは津々石駅を設置するため、通常断面より、側幅が一点三メートル広い特殊断面を掘削した。この区間は順調に進行し、九百六十七年、昭和四十二年四月七日に第四工区と貫通し、 首木トンネル各航区間で最初の貫通となった。一方、米原法は、受け置い者の希望により当初からサイロット工法を採用して掘削した。しかし強大な地圧によりシルベ港の四方向が変形し、崩壊の恐れがあるなど苦心し、シルベ港の縫い返し、仮巻きコンクリートなど様々な対策で突破した。着工から約18ヶ月を経過した段階で、 1> 第一航空から第三航空、及びその未契約区間の工程に不安を持たれたことから、濁り隅川の谷に大藤崎車庫を新設し、前原方の590メートル、前原起点342キロメートル310メートルから342キロメートル900メートルについては、大藤崎車庫からの施行を行った。このことや、第航空側の期間の関係もあり、 第2航区との境界における600メートルの未契約区間はすべて第3航区の担当となった。第4航区は鹿島建設により特愛社工によって本工に取り付いて着手した。定説知るべこう先進上部判断面、掘削坂巻工法を用い、遊水も少なく順調に施行した。第4航区と第5航区については順調に掘削が進んだことから、 高5工区境にある600メートルの未契約区間は300メートルずつ分割してそれぞれ施行した。第5高区は鉄拳建設により、直江津方の高校から着手した。高校付近280メートルが三線断面になっていたことから、この付近についてはサイロット工法で掘削を行った。第5高区については比較的順調に掘削が行われた。 1> 第1第3工区の難航により当初の工期が危ぶまれたものの、トンネル自体の工事は1969年、昭和44年5月に全面完成し、予定通りの完成となった。軌道工事については、電飾防止のため木製の枕木を採用し、また将来的な保守の都合から第1第3工区については、バラスト軌道、第4工区と第5工区については、 コンクリート道場を採用した。同年6月10日に、区引水道名標除幕式及びレール締結式が実施された。名標は、前原法が、石田レース日本国有鉄道総裁、直江津方が、藤井松太郎議師長、いずれも当時の筆によるものである。レール締結式は、前原法高校から約25メートル入った場所。 下り 337km439m30 地点、上り 337km433m50 地点で実施された。裏元トンネル第一航空、前原起点 332km215m の 333km700m では、ルート選定時のボーリング調査で地表に圧力水が自噴する箇所があり、 鬼武調査校、延長221メートルを掘削した。その結果、デーガンと、砂礫層の境界に、大量の地下水の存在が判明し、難航が予想された。その後の掘削では、高校より420メートル屈伸後、デーガン砂礫境界付近の霧派で、地質調査用、ボーリング3本を実施した頃、3気圧1、700リットル、民の湧水に遭遇し、 切り拍策が中止された。その後も減水の兆候は見られなかったため、長光ボーリングによる水抜きを実施した。1回目のボーリングでは、有水圧は0.5気圧に減少するなど成功を収め、以降調査ボーリングにより、飛圧水が確かめられるたびに水抜き、排水が実施され、最終的に長光ボーリングは、高数17、延長2210メートルに及んだ。 木浦トンネルでは、国鉄におけるトンネルボーリングマシン以下 TBM 施工の可能性、使用時の問題点、経済性の検討を行うため、糸井川駅、直江津駅間の工事区間で、比較的地質が安定していい、本トンネルの一部区間で、定設シルベ校を TBM によるシルベ校に置き換えて TBM 先進候補を施工した。TBM 小松ロビンス TM230G 型は制作した小松製作所から優勝で借り上げ試工業者の前田建設工業に太陽の上用いたこの TBM は国産第1号のものであり元は愛媛県新浜市の住友共同電力東鳴発電所の水路トンネル工事における抗ガ掘削を目的として制作されたものの掘削時に生じた問題から使用を中止されていた ものであった。このため、木浦トンネルにおける使用は、南岸における性能を明らかにすることも、目的の一つであった。使用されたのは、延長線5 7 0メートルのうち887メートルで、1967年、昭和42年1月12日に、直江津方高校から125.3メートルの地点から掘削を開始した。 木浦トンネルも、農谷層に属する霊岩主体の地質であり、試験掘削期間中には大量の湧水に遭遇したが、2月18日からの本工事では、掘削はほぼ順調に進行し、3月には、月新29日間362メートル、平均日新12.5メートルを達成し、3月25日には日新246メートルを達成した。 TBM による掘削は5月5日、岩室が軟弱となり TBM による掘削が困難となったことから終了し、5月16日に、前原起点 335.6518km 地点にて、前原方から葉っぱ後方で掘削した定説シルベ港と貫通した。日本の鉄道トンネルにおける TBM は本トンネルの他道根により、 青函トンネルのシルベコークス作でも用いられたが、日本の複雑な地質への適応の問題から、その後の使用は数例にとどまり、後年の海外での実績の評価や、国内におけるシールド技術の蓄積による再評価が進むまで、本格採用には至らなかった。クテキ,キトンネルをはじめとした糸井川駅小ジ越駅間の先造工事は、 長浜トンネルを含む有馬川駅谷浜駅間が1968年、昭和43年9月25日に伏線化されたことを皮切りに、翌1969年、昭和44年には、6月4日に糸井川駅火事屋敷駅間、6月19日に火事屋敷駅、浦本駅間が、戦争により、伏線化され、残る新線区間は、 首ビトンネル等を含む浦本駅、有馬川駅間が9月29日、湯戸のトンネルを含む谷浜駅、直江津駅間が10月1日に供用を開始し、直流1500ボルトでの電化を行った。これにより当初第三次長期計画で示された1968年、昭和43年度にこそ、わずかに間に合わなかったものの、先祖工事開始当初の計画。 1969年秋の通りに北陸本線は全線の伏線電化を達成した。本区間の先造工事には、工費200億円、延べ作業人員、約250万人、セメント13万トン、鋼材2万トンを費やし、コンクリート打設量は50万メートル、掘削量150万メートルに及んだ。また、一連の工事では25名の犠牲者が発生し、 開業に先立つ1969年、昭和44年同年9月10日に、農疫校内において、工事費及び、慰霊費の除幕式が行われた。先造、新鮮化、電化により、列車の高速化が達成され、本区間では、所要時間をおよそ15分短縮した。また、急戦で生じていた各種の災害からも解放され、大島宏士は、地質技術者として、 区引きトンネルを含む新線を究極の防災と評価している。このように、輸送強化、防災という面では大きなメリットがあったものの、大島俊彦、中牧隆は、地域公共交通という観点では、駅の移転などで地域における利便性が大幅に悪化したこと等を挙た上で、特急列車のスピードアップを前提としたもの、地域輸送にの次にして、 感染輸送に特化したものと評価し、その後の越後ときめき鉄道転換にあたって、直ちにその特性を発揮でない体制にあるとした。ただし、このルート選定は先述したように、現在線での線造工事が困難であったことも一因である。また、その後同地は、北陸自動車道や北陸新幹線が建設され、いくつかのトンネルが掘削されているが、 大島博士はこれらの工事に対して、貴重な情報を提供したことも指摘している。急線については、浦本駅付近から、谷浜駅付近までの大部分が、新潟県道542号、上越糸井川自転車道線、首木自転車道として転用され、徒歩もしくは自転車で通行可能である。また、谷浜駅、直越駅間については、交通トンネルを拡張の上、 国道8号、直江津バイパスへ転用された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。